世界の鉄道一覧スペインの鉄道スペインの鉄道は公営及び民営の様々な事業体によって運営されており、4種類の機関が存在する。2004年の鉄道総延長は 14, 1 4 7 8 1トルであり、うち8 7 9 1トルが電化されている。大部分の路線をレンフェオペラドーラが運営しており、それ以外にバスク自治州、 カタルーニャ州、バレンシア州などの自治体が運営している。2012年まで狂気路線の多くをスペイン狂気鉄道が運営していた。隣接国に接続する路線を中心に、標準機新線建設や、後期線の標準機への改め機が、後期線の参戦機化も含めて構想されている。後期線の標準機への改め機に合わせて、駅のプラットフォームの重上げも予定されている。 16世紀太陽の沈まない国とまで言われたスペインであったがその後は徐々に衰退19世紀にはスペインは西洋で最も貧しい国となった経済発展は遅れており政治的にも不安定であった従って鉄道の出現は比較的遅かったスペイン帝国の一部であったキューバではすでに鉄道が敷設されていたがイベリア半島に建設された 最初の鉄道路線は1848年に開業したバルセロナからマタローまでの短い路線である。その後、外国資本による鉄道投資を魅力的にする法案が1850年代に可決されると大規模な鉄道建設が始まった。期間 1668mm の典型的なリベリア半島の線路とスペイン型の河川不幸なこととして、 一般的ではない 1672mm の後期で鉄道を建設するという初期の決定が挙げられる。一説には、この機関選択には1850年代の隣国、フランスへの敵意が影響していると信じられている。また、この決定は、ヨーロッパでも2番目に、山がちな国であるスペインの厳しい峠を越えることのできる、大きめの蒸気機関車に対応するためになされたとする。 説もある。結果として、ポルトガルの鉄道も後期で建設された。以来、スペインとポルトガルは期間を1668ミ、mm、リメートルに合わせている。サンタンデール近郊を走るフィブの列車この不幸な決定は国際貿易を妨げ、また高い鉄道建設費用の原因として次世代に公開された。後半的な後期路線を別として、 北海岸を中心とした山がちな地域では大規模な狂気鉄道網が建設された。そしてこの地域には狂気が最も適した選択であった。主要幹線は1870年代までにおおよそ完成した。最近までのスペインの相対的経済開発不足により、スペインの鉄道網は多くのヨーロッパの国々のように大規模には決して成長しなかった。 例えば、面積においてスペインは、イギリスの約2.5倍であるが、鉄道はおよそ 3000km 短い。1930年代のスペイン内戦中、鉄道網は広範囲にわたって、被害を受けた。内戦終結後、フランシスコ・フランコ政権は直ちに後期鉄道網を、国有化し、1941年に、連編を設立した。後に、フィブとなる。 狂気鉄道も1950年代に国有化された。1960年代に設計されたパルゴ3の最高尾鉄道が戦争被害から回復するには何年もかかった。1950年代、100年前の蒸気機関車に引かれたインターシティの急行列車がボロボロの線路を走っていくのを目にすることは一般的な光景であった。それにもかかわらず、 アレハンドロ・ゴイコエチアのような革新者たちは、タルゴやテルのような先進的な列車を作った。1975年のフランコ政権体制の終結及びスペインの国際的孤立からの脱出によって、初めてスペインの鉄道は近代化が開始され、残りにヨーロッパに追いついた。1978年以降、スペインの地方文献に伴い、自治州をまたがない、 狂気路線の運営をフィブから州へと移管し、州はバスク鉄道やカタルーニャ公営鉄道などを設立した。マドリード、バルセロナ、バレンシア、ビルバオの各都市は自治体が運営する地下鉄を有している。スペインのビーチングカットは1986年から1987年に行われ、多くの放射路線が廃止され、 数千キロメートルもの旅客路線は廃止された。2003年の鉄道部門法により鉄道施設の管理、維持、建設が列車運行から切り離された。現在、最重要の活動は新たな公開会社、スペイン鉄道インフラ管理機構としての責務である。一方でレンフェオペラドーラは車両を保有し、旅客輸送及び貨物輸送の計画。 マーケティング、運行に対し責務がある。ただし、もはや法的独占権は持たない。スペインの鉄道は労働運動における破壊活動や、バスク祖国と自由やアルカイダによるテロ攻撃の標的となってきた。中でも特筆すべきは2004年3月11日に、アルカイダが起こしたマドリード列車爆破テロ事件である。2007年12月時点で営業中、建設中、 計画中の高速鉄道近年のスペインの鉄道は多くの投資を受けており、その多くは欧州連合からのものである。1992年に標準機の高速鉄道がマドリードとセビリアの間に建設された。2003年にはマドリードからリエイラまでの新線が開業し、2008年にはバルセロナまで延長された。同年、 マドリードからバリアドリッドまで及びコルドバからマラガまでの路線が開業した。マドリード・バルセロナ線はピレネサン・ムヤク・チを国際トンネルで貫き、フランスの高速鉄道である TGV と接続するペルピニアンまでの延伸が進められている。しかしながら国境のフランス側の建設認可におけるフランス政府側の遅れはスペインの計画をある程度遅らせた。 さらなる高速鉄道路線は、セビリアからカディス、マドリードからバーレンシアとリスボンの間で建設が進められている。また同じく建設中のバスクワインは、バスク州の3つの県とを相互に結ぶ。高速鉄道は、スペインの輸出の柱でもあったが、2013年7月のサンティアゴでコンポステイラ列車脱線事故によって、信頼性が大きく揺らいでいる。 ビルバオ地下鉄マドリード地下鉄、ありがとうございます。